はい、こんにちは。野生デザイナーの西山恵です。今までですね、結構材料が多かったり、後ろに何かつけて凝った作品が多かったんですけれども、今回はすごくシンプルなアレンジを作っていきたいと思います。で、すっごくあっさり終わってしまって物足りないかもしれないんですけれども、たまにはこんな作品もいいんじゃないかなと思ったので作ってみました。それでは早速材料と作り方です。はい、今回の材料はこちらです。小花が何種類かと観葉植物も入っている、アンティークフラワーのシリーズで、マムブッシュという商品名を一束使っていきます。次は一輪でボリューミーなジャパンブルービオニーという商品名のお花を一輪用意します。あと色合いの方はマムブッシュに合わせています。次はウッドハンギングのベースオーバルです。で、こちらが今回のアレンジの土台になります。で、あとフックもついているので飾りやすくなってます。あと他に麻紐とハサミとニッパーとワイヤーも用意します。今回はセリアの商品で3分で作れる壁掛けを作っていきたいと思います。はい、作り方です。今回デザインはマムブッシュを右下の方に飾っていきたいと思います。枝の方はちょっと長いので、ちょうど分け目のところでカットします。で、葉っぱがついている方と観葉がついている方に分かれて、葉っぱの大きい方をちょっと下にずらしていきます。そしたら観葉のついている細い束の方を大きい葉っぱで包むようにまた束にしていきます。で、2分の1にカットしたワイヤーで根元を留めていきます。端っこを 2、3 センチ出しておいて、まずは1周します。そしたら次は抜けないように真ん中にワイヤーを通していきます。で、通せたらぐるぐると普通に巻いていきます。で、先ほどと同じぐらいの長さになったら2本まとめて巻いていきます。はい、ここまでできたら1回置いておきます。はい、次の造花はこの首のところで抜けないのと、あと曲げても中にワイヤーが入っていないので好きな方向に向けられないので、カットしてワイヤーをつけていきます。はい、このぐらい残しておきます。次はマムブッシュをカットしていきます。先ほどのワイヤーの短い方に合わせて長い方をカットしていきます。で、カットできたら土台につけやすくするためにカーブをつけておきます。あとは整えてお花がちゃんと全部見えるようにしておきます。はい、このぐらいのカーブをつけていきます。で、こちらの2分の1カットのワイヤーで根元の方からつけていきます。はい、2、3周きつめに巻けたら後ろで留めていきます。はい、で、ワイヤーの処理の仕方は短くカットしてもいいですし、このように折りたたんで後ろにまとめても大丈夫です。はい、あと上の方も固定していきます。はい、で、こちらは長めの小花が2本あるので、どちらでもいいので1本ワイヤーでオーバルに固定していきます。はい、最後にこちらのビオニーをつけていきます。こちらはいつものつけ方で、お花と額の間にワイヤーを入れて、はい、片側半分だけ回して 2、3 周回して留めていきます。で、あとはここを隠すようにしてこのビオニーをつけていきます。はい、つけられたら角度を少し直して完成です。あと飾る時にこの麻紐をリボンのようにしてちょっと飾ってみたいと思います。麻紐は30にして端っこの方はカットします。長さは1本60センチぐらいです。こちらを3本とも同時にこのフックに通していきます。で、先の方は揃えてもいいですし、少しずらしてもいいです。はい、で、今回はずらしてこのように引いたらフックのところで結んでいきます。結び方の方はお好みでいいですが、今回は片方は輪っかを作って、片方は結ばずに土台に絡めて飾っていきます。
はい、完成しました。今回は3分ですぐに作れるセリアの造花でアレンジを作ってみました。はい、でこちらフックの方はダイソーさんの剥がせるシートのフックになります。はい、今回は簡単な造花のアレンジですので、よかったら他の色でも作ってみてください。ご視聴ありがとうございました。またチャンネル登録がまだの方はぜひよろしくお願いいたします。